世界有数の超高層ビルに100軒以上の欠陥が、いつ崩れ始めてもおかしくないとして、人々の危機感は最高潮に高まっています。この危機に陥っているビルとは、なんと韓国のシンボルともいえるロッテワールドタワー。このタワーは555メートルという高さを誇り、竣工当初は当然大きな注目を集めていました。ところが、韓国の建設業界全体が抱えるずさんな管理体制の闇によって、このタワーの安全性が不安視されているのです。韓国といえば、日本の優れた技術を模倣し大きな発展を成し遂げてきたものの、時間が経つにつれて、その適当な安全管理と問題についての対応姿勢に多くの反感を買っていますよね。韓国は建設物完成までのスピード感と費用の安さで多くのシェアを世界から奪い、日本も幾度となく不当な競争を強いられてきた過去があります。もちろん、着工から竣工までの速さは重要ですし、そこに問題がなければ褒められるべき点です。ですが、今回ご紹介する内容を見ていただければ、韓国がその基準をクリアできているとはとても言えないはずです。今回はロッテワールドタワーが抱える危険性と、そこから見えてくる韓国の建設業界の衝撃の実態をご紹介します。また、それを見た海外の人々の反応についてもまとめていきます。それでは早速一緒に見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。ソウルにそびえる555メートルの超高層ビル、123階建てのこのロッテワールドタワーは世界でも7番目の高さを誇っており、頂上に向かって曲線を描くそのデザインはスタイリッシュの一言に尽きるでしょう。内部にも広大なショッピングモールが広がっていて、免税店、映画館、コンサートホールにホテルなど、いくつものテナントを取り入れた大型複合施設です。ここではショッピングから娯楽、果ては旅行者の受け入れまで全てを担うことのできるソウルきっての観光名所といえます。また117階から123階にある展望台は、ソウルの街並みを一望できるスポットとして、特に若者や観光客から支持を集めています。アクセスも良く、地下鉄三出駅直結のため、天候にも左右されません。ここまでの特徴を有したロッテワールドタワーは、韓国の新たな一大観光資源として国民から期待を寄せられていました。しかし、このタワーの完成までには国民が何度もため息を吐いてしまうような不測の事態の連続であったことも忘れてはいけません。そもそもこちらのロッテワールドタワー、当初の計画では地上36階建て、高さ143メートルになる予定だったといいます。それが今のように4倍近くの高さに変更されたというのですから驚きです。1998年、ロッテワールドタワーの建設計画が立案され、2年後となる2000年5月に基礎工事が開始されます。しかし、すぐさま建設計画の大幅変更や、許可プロセスの遅れによって着工が後ろ倒しに。その中でも特に大きな問題だったのが、韓国空軍の介入でした。彼らは、今回のロッテワールドタワーの建設は飛行機の安全な運航を妨げる障害となりうるとして、計画に強く反対したのです。ロッテワールドタワーの建設予定地は空軍の直接的な飛行コースとは外れていました。しかし、近隣空域を利用する航空機が誤ってコースを外れた場合、わずか数秒でタワーに衝突するリスクがあると強く主張したのでした。当時まだアメリカワールドトレードセンターへのテロ攻撃の記憶が人々に強烈に影を落としていた時代、韓国空軍としても過敏にならざるを得なかったのです。飛行機が多く飛ぶ地域での高層ビル建設はどうしても衝突事故のリスクを伴うとされ、世間からも厳しい目が向けられました。実際に2013年11月、ロッテワールドタワーが建設されている三出地区のすぐ近く、三成堂で地上38階の高層マンションに LG グループが所有するヘリコプターが衝突、機長並びに副機長が死亡する事故が発生しました。このヘリコプターは着陸地点に近づいていたため、高度を下げて飛行していた際、操作ミスが原因でビルに衝突したとされています。このように、本来なら安全性の観点から巨大建造物の建設は慎重になるべきところ、しかし韓国のロッテ建設は空軍との交渉を重ね、2009年3月に
112階建てのビル建設の許可を勝ち取ります。その後も計画は再度見直され、さらなる調整を経て2010年11月には123階建てのビル建設の最終許可が下ります。こうして遅れに遅れたロッテワールドタワーの建設がついにスタート。しかし工事が始まってからも現場では次々と問題が発生します。2012年にはタワーの中核を支える重要なコンクリート柱8本に亀裂が発見。本来なら即時建設を中止するべき重大な欠陥です。ところがロッテ建設は亀裂発生の原因解析を待たずして作業を続行。診断業者も目視と図面による安全確認を行うというずさんな検査だけに止めたといいます。こうした粗雑すぎる対応はメディアを通じて国民からの大顰蹙を買い、従来の期待がひっくり返って批判の的となってしまいます。さらに翌2013年6月、建設中のタワーから足場とコンクリート型枠が崩れ落ち、作業中の従業員1人が落下して死亡する事件が発生。続く10月には工事現場の11階から2メートルの鉄パイプが落下、50メートル下の地下鉄産出駅の出口の天井に衝突して破損し、近くを歩いていた歩行者が負傷する事態を引き起こしています。着工から早速事故が頻発していることがわかりますね。そして事故は工事現場以外でも。2014年2月、コンテナボックスで火災が発生し、エレベーターの故障で作業員が閉じ込められる事故が発生。建物の5階と6階の床に亀裂が入ったこともマスコミのリークにより発覚します。しかし驚いたことに、これを受けて施工業者は、ソウルの昔の雰囲気を意図的に演出するために亀裂を入れたもので安全には問題ないとのコメントを出し、国民の呆れを引き出しました。一体誰がそんな弁明を信じるというのでしょうか。同年11月、8階の天井構造物に50センチメートルの亀裂が見つかった際も、彼らは耐火ボードの継ぎ目であり安全面において一切の支障はないとの声明を出しますが、もはや50センチメートルの亀裂が問題ないという認識に多くの人が恐怖を覚えます。このような事故が頻発していたにもかかわらず、2014年10月にはなんと低階層のショッピングモールが営業を開始してしまいます。すでに度重なる事故の報道によって、国民の中にはロッテワールドタワーの営業開始に反対の声を出す者も現れていました。韓国には1995年に不適切な建設が原因で起こった水戸百貨店崩壊事故の記憶が人々の中に鮮烈に刻まれています。他にもこの近くでは2014年のセウォル号沈没事故という船舶の設計に重大な欠陥があったとして引き起こされた悲惨な事故の記憶も新しい中、このロッテワールドタワーの営業開始は第二の水戸百貨店や123階建てのセウォル号などと揶揄する人も、多くの人々が不安を抱える中、それでも低階層の営業開始は確かな客足も確保していました。大規模なショッピングモールや水族館、コンサートホールも順次営業を開始し、一時的にではあるものの爆発的なにぎわいを見せることとなります。ですが、そのメッキが剥がれるのはあまりに一瞬のことでした。開業からわずか2週間後となる2014年10月14日、営業時間中にもかかわらずショッピングモールの天井が一部崩落、破片が買い物客に接触して負傷させるという事故が発生します。オープン間もないこの事故の発生は、本来なら建築物の重要な欠陥を鑑みて即時営業を中止する判断を必要とします。しかし、ここでもロッテ建設は事態の改善に動くことはなく、翌日からも通常通り営業を続けます。この翌月には水族館の天井に50センチメートルになる亀裂が見つかり、そこから水漏れ事故も発生。映画館にも上映中に何度も原因不明の振動が発生。さらに12月にはコンサートホールで設置された足場から作業員が転落し、なんと死者まで出しています。ここまで連続してロッテワールドタワーの構造的欠陥が露呈したにもかかわらず、やはりロッテ建設並びに経営側は営業を続け、避難する国民に向けても問題はないの一点張りを続けるのでした。またショッピングモール内で働く各従業員も営業の続行を希望する者が多く、
これはショッピングモールへの客足が途絶えることで、本来見込めた利益が発生しなくなることへの懸念が、このような事態を招く一端になったとも考えられています。しかし、利用客からしてみれば安全が確認されていない状況を許すことなどできません。彼らの声を受けてソウル市が調査に乗り出します。専門家とともに映画館のスクリーンの揺れや床の振動を調査し、原因を究明。最終的には水族館と映画館の使用中止命令が下され、安全が確認されるまでの措置が取られるに至ります。また死亡事故が発生したコンサートホールについては工事を一時停止し、特別な検査を経て再発防止策が確定するまで再開は許可されないことになりました。ところが問題は至るところから新たに浮き彫りになっていきます。時を同じくして第2ロッテワールドタワー工事現場近くで発生した道路の陥没、すなわちシンクホール現象が問題となりました。近くの住民によると爆発音とともに建物が大きく揺れ、驚いて外に出てみるとシンクホールができていたとのこと。シンクホールとは地面や道路が突然陥没する現象で、地中の石灰岩が溶解することが主な原因です。これは自然発生によって起こることもありますが、近年では世界的な経済発展に伴って老朽化した排水施設の破損や建築作業と地下工事などによっても引き起こされることが分かっています。ロッテワールドタワー周辺で頻発するこれらのシンクホールは工事による人為的な影響が疑われました。ソウルでは近年同じようなシンクホールが13件発生しており、ソウル市民もその原因をロッテワールドタワーの建設にあると考え、建設中止を訴えるデモを開始。ソウル市長も市民の声を受けて民間の調査委員会を立ち上げるに至ります。ところが調査委員会の出した結論としては、第2ロッテワールドタワー工事と地盤の構造的安全性に問題はないと結論付けたのです。直近4年間だけで13件のシンクホール発生に問題なしとして片付けられたとして、当然市民は疑惑の目を向けましたが、なんとその後この調査委員会がロッテグループによって設立されたことが明らかとなりました。これによって市民のロッテグループへの怒りは最高潮に到達、さらなる大きな抗議活動へとつながるきっかけにもなりました。このような背景の下、ロッテ建設は現場の不適切な管理が原因で起訴される事態に至ります。この影響を受け、オープン直後は1日平均10万人を記録していた客足も、3ヶ月後には5万3000人と約半数にまで落ち込みます。事故の影響から戦術の通り水族館や映画館は営業を停止しており、これらから発生した二次被害によって他のテナントの経営状況も日々圧迫されていきました。そうして多くの店がテナント料を払えないとして撤退を希望します。ロッテグループもこれに焦りを覚え、テナント料を 30% 減額するなどの対策を講じますが、2017年の全面オープン後も客足は伸び悩み続け、2018年9月には空室率が驚異の 56% に達しました。さて、ここまででロッテワールドタワーの抱える危険性と、そこから見える韓国建設業界の安全性軽視の姿勢が見えてきたかと思います。そして皆さんがご想像の通り、何もこのような欠陥はロッテワールドタワーに限った話ではないのです。韓国国内でも日々の国内発生する事故のニュースでまたかと感じる報道は何度も発生しているのです。韓国のいわゆる財閥系企業に該当する GS 建設や大宇建設でも何度も重大な事故が発生していました。特に2021年はコロナ禍で落ち込んだ業績不振の回復を図った各社が一気に建設依頼の受注を受けたためか、2から3ヶ月に1回のペースで事故が報告されているのです。ここで押さえておきたいのは、これらの事故によって死亡者を何度も出してしまっていることです。被害者の多くは日雇いで働いていた現場作業員で、この実態に世間からは現場作業員の安全性を考慮していないのではないかとして、連日厳しく追及される事態にも陥っています。例としてご紹介すると、2023年4月にインチョン市でマンション新築工事現場の駐車場構造物崩壊事故が発生。地下駐車場の屋根スラブが突然崩壊したのです。
施工会社は先ほどもご紹介した GS 建設で、なんと施工過程で鉄筋約30本が抜け落ちていたことが後の調査で判明したのでした。構造を支える重要な柱に鉄筋そのものが入っていなかったというのは衝撃的ニュースでしょう。当然事故現場となったマンションの入居予定者は発生した事故に関わらず全面再施工を要求しました。しかし GS 建設からは駐車場とマンションの構造が異なるため全面再施工は困難であるとの説明がありました。最終的に入居予定者とは一定金額の保証金で和解が成立しましたが、その後建築予定となっているマンションへの危機感は存在し続けています。また韓国の建築関連会社が引き起こした重大事故は国内だけにとどまりません。2016年9月、西アジアの国クウェートにて、現代建設はとある海上橋の施工に着手していました。それが現在では世界で4番目に長い橋として、名を連ねるジャベル橋梁。プロジェクト始動時は世界最長を目指して工事が予定されていました。2012年に現代建設が26億2000万ドル、日本円にして約2800億円で受注し、韓国とクウェートの経済協力の象徴としても期待されていたのです。ですがやはりというかなんというかで工事は幾度も遅延、さらに構造物の問題点も何度も発見され、その度に現場の作業が中断されます。また作業の遅れを取り戻そうと安全確認をおろそかにした結果、大小さまざまな事故が発生し、最も被害が甚大だったものについてはジャベル橋梁の床板がトラックから落下し既存の床板を破損するというものまで。怪我人こそ出なかったものの、当然これによってさらに工事に遅れが生じたのでした。このような度重なる事故を受けて現代建設は協力会社との契約を解除。この事故の原因を協力会社の技術不足にあるとして起訴するのですが、協力会社側も現代建設が提供したコンクリートの品質が基準に達していなかったと主張。双方の間で責任のなすりつけ合いが展開されたのでした。結果的に協力会社は廃業に追い込まれ、現代建設は直営で工事を続行しました。最終的に当初の完成予定より半年遅れとなった2019年5月にジャベル橋梁は完成を迎えますが、工期内に間に合わせるために行われた24時間連続作業などは作業員に過剰に負荷をかけたとして、これも大きな問題へと発展したのでした。ここまでで察せるように、韓国の建築業界では国内外の市場シェアを獲得するため、関連企業が非常に迅速かつ安価に建築依頼を受注することで業績を伸ばすという手法が横行していたのです。しかし当然このような無茶な工期や低品質の施工に安全性や確実性など急務べくもなく、韓国の建築関連企業が手掛けた現場では何件もの事故が報告され、その度に工期は後ろ倒し、さらに建築物が完成した後も重大な欠陥が発見されるという事態が重なり続けています。目先の利益にのみ目を向け、人々の信用、さらには命まで軽視した彼らの経営手法が今明るみに出ているというわけですね。さてそれでは最後に今回の事態を知った海外の人々の反応をご紹介します。韓国の大手も中小も含めた建設企業は、自分たちの仕事が終わった後のことまで想像を巡らせることができないのかしら。自分たちの仕事に命が重くのしかかっていることを自覚しなければいけないと思う。これが国を越えて行われているって怖すぎるな。事故というのは例にすることはできないかもしれないけど、ここまで何度も起こるなんてありえないよね。韓国にいる友人に絶対に行かない方がいいよっていくつかアドバイスされた観光名所の中にロッテワールドタワーがありました。ロッテワールドタワーも未だに営業自体は普通に続いているんだよね。そこに行く人はみんな命が惜しくないのかな。何かあったら絶対命に関わる事故になるのに。これで責任逃れしようとしてるっていうのがなおさらたちが悪いね。彼らは何をするにしてもその行動原理がある意味一貫しているよ。もちろんこれは悪い意味でね。いかがでしたでしょうか。韓国の建設業界に対する不信感、そして責任感のなさに対して批判的な意見を向ける声が多かったですね。しかしそれも当然のこと。
建設業界においてはスピードや価格なんかよりも真っ先に安全性の確保が重要視されます。しかし韓国ではこの常識が通用しないようです。業界内にはびこっているこのような悪しき風習は時とともにどんどん白日のもとにさらされています。いずれは業界全体の信頼が失墜し取り返しのつかないことになるのも目に見えていますよね。どうか人々の命や大切な資産が失われる前に大きな意識改革が行われることを願うばかりです。嘘だろ。東南アジアの象徴的な建造物マリーナベイサンズが傾いているという驚愕の事実が明らかになりました。世界中から注目を集めるプロジェクトでしたが再び韓国企業の不十分な工事が指摘されています。特にビー玉が転がるという異常事態に多くの人が言葉を失ったのです。また驚くべきことに通常3年半を要する工期をわずか2年3ヶ月で完了させ7億円のインセンティブを獲得したとされています。手抜き工事の結果としてのこの大規模な問題は計り知れない代償をもたらすことでしょう。今回はマリーナベイサンズにまつわる衝撃の真実と韓国建設業界の問題点に焦点を当て海外の反応も合わせて詳しくお伝えします。では早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。シンガポール、東南アジアの先端に位置する小さな島国はその輝く存在感で世界を魅了しています。わずか728平方キロメートルの国土で東京23区とほぼ同じ大きさであるにもかかわらずその経済力は圧倒的です。金融ハブとしての機能、最先端技術を誇る製造業、戦略的な貿易政策が組み合わさり驚異的な経済成長を実現しました。2023年の1人当たり GDP は約9万1100米ドルで世界第5位、アジアではダントツの1位に位置しています。この数字は日本の約3万5385米ドルの2倍以上です。またシンガポールは観光立国としても知られており、2019年のパンデミック前には約1930万人の外国人観光客が訪れました。この小国の人口約570万人に対してその3倍以上の観光客が訪れるのは驚異的な光景です。特にマリーナベイサンズはシンガポールの繁栄の象徴とされています。2010年に開業したこの施設はリゾートホテルを超えた存在感を放っています。独特な外観と巨大な規模でシンガポールの野心と革新性を象徴していると言えるでしょう。2561室の豪華なホテル、世界最大級のカジノ、高級ブランドが並ぶ広大なショッピングモール、アートサイエンスミュージアム、ブロードウェイ級の劇場を要するこの複合リゾートは多くの人々を引きつけています。建設費は80億シンガポールドル、約5500億円にも上り、世界で最も建設費が高い建物のランキングで第2位に位置しているのです。設計者はカナダの建築家モシェ・サフディ氏で、3つの55階建てビルが52度の傾斜角で建てられていることがその革新的な魅力の一端を示しています。ピサの斜塔の傾き約4度を大幅に上回る52度の角度で建てられたマリーナベイサンズの3つのビルはその斬新なデザインでシンガポールのスカイラインを一新し、世界中から注目される観光名所となりました。さらに3つのビルを結ぶ巨大なスカイパークが設置され、屋上プールもその一部として輝いています。しかしこの画期的な建設プロジェクトは多くの技術的課題を伴っていました。マリーナベイサンズのユニークな設計図が公開された際、世界中の建設会社がその挑戦的な構造に困惑しました。このプロジェクトに挑もうとしたのは世界的に有名な日本の清水建設とフランスの大企業バンシでした。清水建設は売上高約1兆7000億円を誇り、日本のスーパーゼネコン5社の一角として知られています。一方バンシは世界100カ国以上に進出し18万人以上の従業員を持つ企業です。これら2社が当初建設を担当する意向を示しましたが、
結局は入札を辞退しました。その決断の背後にはマリーナベイサンズの特殊な構造が大きく関係していました。200メートルの高さに設置される巨大なプールと極端な傾斜を持つビルの安全性に対する保証が困難であったためです。建設技術の専門家によると、このような極端な傾斜と重量バランスは地震や強風に対する耐性、構造的安定性、そして長期的な建物の沈下や変形のリスクを増加させる可能性があるとされています。当初予定されていた工期は3年半でしたが、韓国の双流建設はこれを大幅に短縮し、なんと2年3ヶ月での完成を実現しました。この予定を大幅に上回る速さでの工事完了は世界中の建設業界から驚嘆の声を集めました。通常であれば世界有数の建設会社でも躊躇するような困難を極める工事を双流建設が予定よりも1年以上も早く完了させたことは、中央日報を含む韓国の複数のメディアによって韓国が世界が諦めた難工事を成し遂げたと絶賛されました。双流建設のキム・ソクジュン会長はこの成果について、双流建設の独創的なアイデアと革新的なアプローチが難題を早期に克服するための鍵だったと自信を持って語りました。しかしその独創的なアイデアの詳細は今もって公開されておらず、建設業界の専門家たちは双流建設が採用した可能性がある技術について、最先端の 3D 建築シミュレーション技術を利用、新しい建材や革新的な接合技術の開発、効率的な工程管理システムの導入など様々な推測を行っていますが、これらは全て確証がなく、真相は依然として謎に包まれています。さらに双流建設が早期に工事を完成させたことにより7億円ものインセンティブを獲得した事実が新たに明らかになりました。このインセンティブは工期を大幅に短縮するための強力な動機づけとなったに違いありません。しかしこのようなインセンティブを目的とした工期の無理な短縮が将来的に何らかの問題を引き起こした可能性について、さまざまな憶測が飛び交っています。実は双流建設はマリーナベイサンズの開業から5年後の2015年9月に日本の民事再生法に相当する法的手続きである法定管理を申請し倒産しました。この予期せぬ出来事は建設業界内外で大きな衝撃を与えました。双流建設の倒産の主な原因として、中東での大型プロジェクトの失敗や韓国国内の建設市場の低迷が挙げられていますが、マリーナベイサンズプロジェクトとの関連性を指摘する声もあります。例えばマリーナベイサンズの建設で採用された独創的なアイデアが実際には長期的な安全性や耐久性を犠牲にした短期的な解決策であった可能性や、無理な工期短縮が原因で予想外に建設コストが増大し企業の財務に重大な圧力を加えた可能性が指摘されています。これらの問題はマリーナベイサンズが完成してから広まった驚くべき噂によりさらに深刻なものとなりました。この斬新なデザインのホテルは開業直後から世界中で注目され、3つの塔が支える天空のプールはシンガポールの新たなランドマークとして多くの観光客を引きつけました。しかし開業後に広まり始めた噂によると、ビルが想定以上に傾いているというのです。もともと傾斜を持つ設計ではありますが、この噂は単なる誤解とは異なり、ビルに潜む深刻な構造上の問題を示唆していました。ネット検索ではマリーナベイサンズ倒壊というキーワードが上位に現れ、 SNS では関連する投稿が急増するなど、多くの人々が実際に深刻な懸念を抱いていたことが明らかになりました。訪問者たちは部屋でボールが転がりドアが勝手に開くといった現象を体験し、 SNS で共有し始めました。これらの投稿が示すのは、建物の傾きが単なる噂ではなく実際に感じることができる現象であるということです。建築の専門家たちもこの問題に注目し、マリーナベイサンズの構造について疑問を投げかけています。彼らは想定外の傾きが生じている可能性や長期的な安全性に問題がないかという声を徐々に大きくしていました。
この噂の真偽を確かめるため、ある建築家が現地で調査を決行しました。その調査方法は意外にもシンプルで、昔ながらのおもちゃであるビー玉を使用しました。調査地点は慎重に選ばれ、3つのビルの中で最も安定しているはずの中央のビル、その1階のロビーでした。彼はロビーの床にビー玉を慎重に置き、周囲の人々が興味深く見守る中、ビー玉がゆっくりとしかし確実に転がり始めました。この1階でのビー玉の転がりはただごとではなく、建物全体がわずかに傾いていることを示唆しています。この結果に対して彼は次のようにコメントしました。1階のロビーでこの程度の傾きが確認されたということは、高層階ではより顕著な傾きが生じている可能性があります。これは構造上の問題を示しており、早急な調査と対策が必要です。建物が傾いていることは、設計時の想定を超える力がどこかにかかっている可能性を意味しており、構造上の問題が存在するかもしれません。地盤沈下の可能性も考慮されています。シンガポールには埋め立て地が多く存在し、特にマリーナベイ地区は比較的新しく造成されたエリアです。このような地盤の不安定さが建物の傾きに影響を及ぼしている可能性があるとされています。最悪のシナリオとして建物が崩壊する危険性も否定できません。ただし、すぐに倒壊するわけではないものの、長期的に見た場合には深刻な問題に発展する恐れがあります。もし傾きが進行性である場合、時間が経過するにつれて建物にかかる負荷が増加し、最終的には重大な構造的損傷を引き起こす可能性があります。このため、定期的なモニタリングと必要に応じた補強工事が必要不可欠です。極端な工期短縮は品質管理や安全性の確保に影響を与える可能性が高いため、マリーナベイサンズのような複雑な構造物の建設には十分な時間を確保し、慎重に進めるべきだとされています。しかし、これらの懸念はあくまで推測に過ぎず、確かな証拠は存在しません。双流建設もこの件に関しては公式なコメントを出していません。マリーナベイサンズの建設にまつわる謎は依然として解明されていませんし、真相は関係者の胸の内にとどまっています。またこの問題はマリーナベイサンズだけのものではなく、韓国の建設業界にも類似の問題が数多く存在しているのです。安全性を軽視した工事や無理な工期短縮は韓国建設業界全体に広がっていると言われています。マリーナベイサンズの問題はグローバル化が進む建設業界における課題を浮き彫りにしており、国際的なメガプロジェクトでは異なる基準や文化を持つ企業間の共同作業の中で、品質管理や安全性の確保がより複雑になっているのです。建築基準の国際的な統一、品質管理の厳格化、そして安全性を最優先する文化の醸成が、今後のグローバルな建設プロジェクトでますます重要視されることでしょう。韓国企業の繰り返される悲劇は、これが韓国にとって火山の一角に過ぎないことを示しています。韓国の建設業界には深刻な問題が根深く存在しています。その実態を理解するためには、過去の悲惨な事故を振り返る必要があります。1995年6月29日ソウルで発生した衝撃的な事故、水戸百貨店の崩壊はその一例です。この百貨店は1989年7月に開店し、ソウル市の繁華街に位置する地上5階地下4階の大型商業施設でした。オープン以来、多くの人々でにぎわう人気の高級百貨店でしたが、開店からわずか6年後に悲劇が訪れました。事故当日の午後5時50分に百貨店の5階の天井が突然崩壊し、その直後に建物全体が揺れ、たった45秒後にはビル全体が崩れ落ちました。この事故により51人が死亡し、937人が負傷、さらに6人が行方不明となりました。犠牲者の中には買い物客だけでなく、多くの従業員も含まれており、特にセールの案内をしていた女性従業員たちは逃げる間もなく倒壊に巻き込まれてしまいました。事故の原因として後に行われた調査で明らかになったのは、完全な手抜き工事でした。
特に使用されていたコンクリートの質が問題で、調査によると使用されたコンクリートの強度は建築基準の半分以下であったとされています。この事例から建物の強度が大幅に低下したことが明らかになりました。特に柱の不備が重大な問題として指摘されています。当初はオフィスビルとして設計されていたこのビルは、途中で百貨店へと用途変更されました。この変更に伴い、ビルの中央部に新たにエスカレーターを設置する必要が生じ、そのために本来必要だった支柱が撤去されたのです。専門家の分析によると、この改修により建物の耐荷重能力が約 50% も低下したとされています。これが建物の構造的強度を著しく低下させた原因となりました。さらに屋上には約450トンもの重さの大型冷房設備が設置されました。すでに強度が低下していた建物に追加されたこの重量は、設計時に想定されていた重量を大幅に超えていました。その結果、建物はその重量に耐えることができず、崩壊は時間の問題だったといえます。この背後には韓国の急速な経済成長と、それに伴う建設ラッシュがありました。1980年代から1990年代にかけて多くの高層ビルが建設されましたが、その多くが安全性よりも速さとコスト削減を優先していました。水戸百貨店の事故を受けて、韓国政府は建築基準を厳格化しましたが、残念ながらこれで問題が完全に解決されたわけではありませんでした。その後も韓国では建設関連の事故が絶えず発生しています。2014年2月にはソウル近郊の城南市で大学生がリゾート研修中に屋根が崩壊する事故が起こり、10人が死亡し124人が負傷しました。原因は屋根の積雪対策の不備と手抜き工事でした。2022年1月には広州市で建設中のアパートが崩壊し、39階建ての高層マンションが階層ごとに崩れ落ちる事故が発生しました。この事故で6人が死亡し、多数が負傷しました。これらの事故も工期短縮のための無理な工事が原因とされ、問題の根本的な解決には至っていません。これらの問題は無理な工事やコスト削減のための劣悪な材料の使用、そして安全基準の軽視といった韓国建設業界に根深く存在する問題です。専門家はこれらの問題の背後に韓国特有のパリパリ文化があると指摘しています。パリパリとは韓国語で急げ急げという意味で、この文化が安全を無視した無理な期限設定を生んでいます。さらに建設業界の構造的な問題も明らかにされており、大手建設会社が受注したプロジェクトを小規模な下請け企業に丸投げする慣行があり、この過程で安全管理がおろそかになることが多いのです。また建設現場の労働環境も問題が深刻です。韓国の建設現場では多くの非正規労働者や外国人労働者が働いており、彼らが十分な安全教育を受けていないため、事故のリスクが高まっています。そしてこの問題は韓国国内にとどまらず、韓国の建設会社が手掛ける国際的なプロジェクトでも顕在化しているのです。韓国企業による問題行動は海外でも続いており、いくつかの事例がこれを示しています。例えば1996年にパラオで発生した橋崩落事故です。韓国の SOCIO が施行したコロールバベルダオブ橋が突然中央から折れ、2名が死亡し4名以上が負傷しました。この橋はパラオの2つの島を結ぶ重要な交通路でした。次に2004年クウェートでのジャベル橋の亀裂問題が発生したのです。この橋は韓国のヒュンダイ建設によって建設され、完成からわずか1年で亀裂が見つかり、大規模な補修工事が必要になりました。クウェート政府はこの問題を受け、韓国企業の信頼性に疑問を投げかけ、国際的な問題へと発展しました。さらにマレーシアではクアラルンプールにあるランドマークであるペトロナスツインタワーに傾き問題が発生しています。韓国のサムスン物産建設部門が建設に関わったビルでわずかな傾きが確認され、専門家は基礎工事の不備を原因と指摘しています。しかしより深刻な事例としては、
2018年7月にラオス南部アッタプー県で発生したダム決壊事故が挙げられます。セーピアン製ナムノイダム水力発電所というこのダムは韓国の企業が中心となって建設を進めていましたが、決壊し周辺の村が水没し甚大な被害が発生しました。この事故で少なくとも42人が死亡し、2657世帯が家を失い、多くの被災者が今も避難生活を余儀なくされています。2019年にラオス政府が発表した調査結果によると、ダムの基礎地盤の設計に重大な問題があったとされ、韓国企業の設計不良が主な原因であると指摘されました。しかし韓国側はこれを否定し、ラオス政府との間で対立が発生したのです。この対応に対して、小学生でもわかる、韓国のせいで多くの被害者が出たのは明白だといった批判が国際的に上がりました。これらの事例から明らかなのは、韓国建設業界の問題が国境を越えて広がっているという現実です。安全性を犠牲にしてでも工期短縮やコスト削減を優先する姿勢、問題が起きても責任を認めない態度は国内外で見られる傾向です。しかしこれは韓国企業だけの問題ではなく、国際的な建設プロジェクトの在り方そのものに根本的な問題があることを示しています。国際入札では低価格を提示する企業が受注しやすい傾向にあり、これがコストを下げるために安全性を犠牲にする動機になっている可能性があるのです。また途上国でのプロジェクトでは現地の建築基準や安全規制が緩いため、先進国では考えられないような手抜き工事が行われることもあります。さらに国際プロジェクトの場合、責任の所在が不明確になることが多いのです。ここで海外の反応を紹介いたします。韓国企業による建設事故が頻発していますね。安価なコストでの建設が結果的に犠牲者を出すのは悲しいことです。技術力の不足も一因かもしれません。韓国企業に頼むリスクもあるわけで、例えばパラオの橋のような事例を見ると、初めから日本企業に依頼しておくべきだったかもしれません。有名な観光地でも安全性に問題があると聞くと訪れることを躊躇します。建築基準や安全規制は国によって異なりますが、特に途上国では基準が緩いことも多いです。国際的な明確な基準を設定することが望まれます。日本の建築業界が重視する安全性を見習うべきですね。マリーナベイサンズにもし問題があるとすれば、デザインの無理な要求が原因かもしれません。大規模な建築物ですから、施工中や完成後に厳しい検査が行われているはずです。問題があったとしても原因はシンガポールにもあるかもしれません。マリーナベイサンズに関して安全上の懸念が表明され、それが韓国企業の技術的な限界や以前の事故にも関連するものと疑われています。しかしこの問題は韓国企業のみならず、シンガポール政府世界的な建築標準の問題も絡んでいます。この事件は韓国の建設業界に存在する深い問題点を再浮上させました。韓国の建設業界は安全を最前線に置く文化へと根本から変革を遂げるべき時です。どんなに目を見張るような業績を上げたとしても、人命をおろそかにする建設行為は決して容認されるべきではありません。韓国建設業界への真剣な改善と反省が国際的に求められています。これは日本のおかげなんかではない。技術力の高さで世界から評価されている韓国のインチョン大橋、このインチョン大橋が実は日本の設計によるものであることが拡散され、多くの韓国人がその事実に驚いています。インチョン国際空港と小都国際都市を結ぶこの橋は、空港から小都国際都市、さらに首都ソウルへの移動時間を大幅に短縮し、韓国国民の生活に欠かせない存在となったのです。また国内最長の橋としても知られ、地震や強風に強い高度な技術が導入されています。2009年の完成時、インチョン大橋は日本と韓国の共同作業の成果であり、日本の先進的な設計技術がなければ完成は難しかったとされています。
韓国はこの橋の技術的な優れた点を世界にアピールし、国内ではその成功を広く祝福しましたが、設計と建設に日本が関与したことはこれまであまり公にされませんでした。今回はそんなインチョン大橋に隠された秘密とその歴史を紐解いていきます。日本の技術力について寄せられた海外からの反応も合わせてご紹介いたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは早速見ていきましょう。実はインチョン大橋のように日本の技術によって支えられている韓国の建造物は数多く存在します。私たちの知らないところでも日本の技術力が支持されているのは嬉しいことですね。しかし時には他国の技術力を無視し、失敗を他国のせいにするような事案もしばしば起こっているのです。このような行為は誰にとっても好ましいものではありません。もし自国がそうした行為をしていた場合、国民として恥ずかしいと感じることでしょう。ですが残念ながら他国の責任にする国が存在するのです。その一例として隣国の韓国が挙げられます。2018年、韓国の建設会社が担当したラオスのセピエンセナムノイダムの補修工事中にダムが決壊し、多くの犠牲者を出し、生活に困窮する人々が続出する大惨事となりました。この問題について韓国側は大雨による補修工事の遅れと近隣住民が避難勧告に応じなかったことを事故の原因として挙げています。さらに事故は日本が作成した設計図に基づいて工事を行ったために発生したんだと韓国の建設会社は主張し、日本に責任を押し付ける試みもありました。しかし実際には日本が設計に関与していたという事実は存在せず、韓国の主張は根拠のないものでした。調査の結果、事故の原因は韓国の手抜き工事にあることが明らかになり、これにより韓国の国際的な信頼性に大きな疑問が投げかけられました。失敗を日本のせいにし、成功を自国の功績とする韓国の態度に国際社会からも批判が集まっています。一方で1996年に完成したマレーシアのペトロナスツインタワー建設プロジェクトでは、日本と韓国の建設技術の違いが顕著に現れました。2つの塔のうちタワー1を日本が、タワー2を韓国の建設会社が担当しましたが、タワー2は建設途中で傾くという事態が発生しました。この原因は速やかな完成を優先したために工事の質が落ちたからです。この問題を解決するためには日本が提案した2つの塔を結ぶブリッジを設けることで相互に支え合う設計に変更するというものでした。この改善策により塔の傾きは収束し、プロジェクトは無事に完成しました。日本は困っている人々に対して手を差し伸べ、持っている知識を惜しみなく共有することで世界への貢献を続けています。その姿勢は称賛に値すると言えるでしょう。これに対し多くの失敗を日本のせいにしようとする韓国の行動はさらに注目を集めています。実際に韓国には日本の技術が生かされている多数の建築物が存在しています。例えばロッテワールドタワーやクダラ文化団地、そして韓国初の国宝であるスーレイモンなど、これらの韓国が誇る観光地や歴史的建造物は日本の技術力によってその存在が可能になっているのです。これらの施設は日本の建設技術と設計の精緻さが結集され、韓国の文化的および経済的発展に大きく貢献しています。特に注目すべきは韓国の空の玄関口であるインチョン国際空港と韓国本土を結ぶインチョン大橋です。この橋は日本の優れた設計技術のもと、4年4ヶ月の長い期間をかけて建設され、2009年にその壮大な姿を完成させました。インチョン大橋の開通は首都圏から空港までのアクセスを大幅に改善することに成功し、さらには地域の物流の活性化にも大きく寄与しました。この橋は韓国最大の国際ハブ空港であるインチョン国際空港がある永州島と韓国本土の省と国際都市を結ぶ最長の橋としての役割を果たしています。橋が完成する前は省と国際都市からインチョン国際空港までの移動には約1時間を要していましたが、インチョン大橋の開通により
この移動時間が約15分に大幅に短縮されました。この短縮はインチョン国際空港から首都ソウル方面への移動時間も40分短縮されるという効果をもたらし、国内外の観光客にとって大変便利な交通の選択肢となりました。さらにインチョン大橋と韓国の主要な高速道路が連結されたことで、首都圏への物流の効率も向上し、経済活動の活性化に寄与しています。またインチョン大橋を渡る際には車窓から見える海の景色が極めて魅力的であり、橋が美しくライトアップされる夜の景観は特に見事で、多くの訪問者にとって忘れがたい光景となっています。このようにインチョン大橋はその実用だけでなく、その美しい景観で知られ、韓国が世界に誇る観光名所としても位置づけられています。インチョン大橋が存在しなければ、移動時間の短縮や効率的な時間の活用は難しく、物流の停滞や海外からの観光客にとっての不便が生じていたでしょう。現在インチョン大橋は韓国にとって欠かせないインフラとなっています。この橋の主要な構造部分、特にその斜張橋構造の設計を担当したのは日本の建設会社長大です。斜張橋は橋の塔から斜めにケーブルを張り、橋桁を支える構造を持ちます。インチョン大橋の建設地域は過去に地震が発生しており、そのため長大は耐震性を重視して設計を行いました。この設計によりインチョン大橋は震度7の強い地震にも耐えうる優れた耐震性を実現しました。橋と塔をつなぐケーブルの製造には日本の大手鉄鋼メーカーである日本製鉄が関与し、橋の支えとなる重要な部品も日本製が使用されています。インチョン大橋の設計において耐震性と同じくらい重視されたのが耐風性です。この強い耐風性を実現するために奔走したのは日本の技術者田中洋さんでした。彼は2014年まで韓国のサムスン物産に在籍し、建設部門の顧問として韓国に赴任していました。田中さんは日本で大橋と呼ばれる数々の橋を設計してきた実績を持つ技術者で、その設計技術が認められてサムスン物産にヘッドハンティングされたため、日本人でありながら韓国側からインチョン大橋の設計に深く関与していたのです。彼がこれまでに設計に関わった橋には明石大橋やたたら大橋などがあり、その豊富な経験を生かしてインチョン大橋の建設にも貢献しました。田中洋さんはインチョン大橋を安全で信頼性の高い構造にするため、建設中の現場を日々監視し、どんな強風にも耐えることができるよう橋の揺れを最小限に抑える設計へのこだわりを持ち続けました。彼がプロジェクトに参画したのは基本設計が完了した後であり、設計図を検討した結果潜在的なリスクがあると判断しました。田中さんは安全性を確保するために設計の変更を迅速に提案しました。建設現場では一度決まったプランを変更することは非常に困難です。しかし田中さんは潜在的な事故を回避するため、その重要性をプロジェクトチームに訴え続け、計画の変更を推進しました。この結果、彼の努力によりインチョン大橋は風速72メートルという非常に強い風にも耐えることができる構造に改善されました。風速72メートルの風は人々が屋外に出ることが極めて危険なレベルであり、住居が倒壊したり鉄骨構造物が変形する恐れがあるほどです。このような極端な状況でも耐えうる強度の橋を設計する技術を田中さんはインチョン大橋に注いだのです。田中さんのリーダーシップと専門知識は建設現場での安全確保という点で極めて重要でした。彼が現場を定期的に確認し設計変更の必要性を見極めることで、プロジェクトは安全な方向に進むことができました。また彼の設計の見直しと積極的な対応が最終的にはインチョン大橋の完成とその後の無事故の実績につながったのです。このように田中洋さんの経験豊富な技術力と現場での細やかな注意が組み合わさり、インチョン大橋は完成以来大きな事故や不具合を経験することなく、韓国の重要な交通インフラとして機能しています。このプロジェクトは
日本の建設技術がいかに高度であるかを示すいい例となっており、国際的なプロジェクトでの日本の技術者の影響力の大きさを物語っています。インチョン大橋が完成してから10年以上が経過し、一度も大きな事故が発生していないことは、日本の技術力の素晴らしさを改めて感じさせます。しかしながら、インチョン大橋の完成当時、韓国は自国の建築技術の進歩を世界に対して積極的にアピールしたものの、日本の貢献についてはほとんど言及しませんでした。このような一方的な対応は残念ながら見慣れた光景であり、成功は自国の功績として、失敗時は他国のせいにするという都合のいい態度は今後も続くかもしれません。それにもかかわらず、日本はその高い技術を世界中に惜しみなく提供しており、それがどれだけ多くの国々に貢献しているかを広く認知してもらいたいものです。次に、世界中で活躍している日本の技術力の例を挙げてみましょう。インチョン大橋の設計を手掛け、震度7の地震にも耐えうる耐震性を実現した長大は、世界中のさまざまなプロジェクトを成功させています。ハノイ、フィリピン、インドネシア、マダガスカルなど、発展途上国のインフラ整備において橋や沿岸道路の設計を担当し、その高い技術力と安全性で現地からの厚い信頼を得ているのです。特に橋梁技術に長けた長大は、吊り橋の設計も多く手掛けており、それらの橋は各国の人々の生活に欠かせない重要な役割を果たしています。例えば、カンボジアのメコン川に架かる翼橋は長大が設計した橋の一つで、これまでフェリーで最大7時間もかかっていた移動時間を劇的に短縮しました。この橋の名前からも日本の関与がうかがえ、カンボジアのお札にその姿が印刷されるほど、国にとって重要な象徴となっています。このように長大の技術はカンボジアだけでなく世界中で高く評価されており、日本の建設技術がいかに優れているかを示す素晴らしい例となりました。また韓国の住宅建築においても、日本の技術は大きな影響を与えています。韓国の住居市場では約 90% が分譲マンション、アパートビラなどの集合住宅で占められていますが、近年は地方で一戸建て住宅への関心が高まっており、特に木造の伝統的な韓屋スタイルが人気を集めています。この韓屋においても、日本の住宅設計や建築技術が非常に重宝されており、日本の技術を取り入れた韓屋は、材質の見直しや建材コストの削減、木材の無駄を省くカット技術など多くの工夫が施されているのです。これにより、より多くの庶民にとって手に入れやすい価格の住宅が実現されました。日本製の技術を採用した韓屋は、建設後3年を経ても木材のひび割れが韓国製の韓屋に比べて格段に少ないことが明らかになり、これが韓国における伝統住宅ブームの火付け役となりました。2014年には、京都の古都に位置する地区で日本人建築家が店舗を併設した韓屋を設計し、その完成を見ました。通常の韓屋に特徴的な天井を横切る梁を排除し、約3倍の重さを持つ韓国の瓦を屋根に使用するという挑戦的な設計を行ったのです。このプロジェクトにおいて、経験未熟な韓国の大工たちに対して丁寧な説明を重ね、弟子や専門の構造エンジニアと協力して設計通りの建物を完成させました。さらに、韓国で国宝第1号とされる崇礼門の修復時にも、日本の技術が重要な役割を果たしました。2008年の放火によって大部分が焼失した崇礼門は、韓国の技術者による修復作業が進められましたが、修復完了後には塗料の剥がれや木材のひび割れなどの問題が発生しました。このような困難な状況下でも、日本の建築技術の精度と効率の高さが文化遺産の保全という面で大きな貢献をしています。国宝である崇礼門の修繕を担ったにもかかわらず、安価な材料と化学顔料を使用していたことが判明し、関連技術者は国から厳しい罰則を受けることになりました。1950年代に再建された崇礼門の特有の色合いを維持するためには、その材質に適した日本製の塗料と日本の修復技術が不可欠であったのです。
韓国が国宝第一号として誇る崇礼門の修繕にさえ日本の技術が必要とされていることから、日本の影響力の大きさがうかがえます。これらの事例を通じて、日本の卓越した技術が世界中の建造物を安全に構築し、そこに住む人々が安心して生活できるように事実を伝えることができたのではないでしょうか。韓国のインチョン大橋も、日本の高度な技術により建設された安全で信頼性の高い橋であり、今もなお大きな事故なく韓国の人々の生活を支え続けています。もし日本がその設計や建設に関与していなければ、インチョン大橋が今日のように耐震性や耐風性を兼ね備えた安全な橋にはなっていなかったかもしれません。日本の設計技術が世界中の人々の安全な生活を支えていることを考えると、大変誇らしい気持ちになりますね。今後も日本の先進技術がさらに世界へ広まることで、世界中の生活がより豊かになることを期待しています。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。